ラフテレーンクレーンでは初めてラジコンを採用。セットアップラジコンではクレーン操作、アウトリガ操作、そしてジブセットの3つのモードから選択できます。作業準備のためのクレーン操作モードではアルミ敷板4枚の設置・格納作業が可能。クレーン周囲の状況を確認しながらアルミ敷板を適切な位置に配置します。アウトリガ操作モードではアウトリガのスライド操作やジャッキの設置・格納作業をサポート。狭い場所でも直接目視しながらアウトリガ作業が可能です。ジブセットモードではジブの装着や格納作業を手元のラジコンで操作。これによりキャビンへの昇降回数を大幅に削減し、作業労力の軽減を図りました。